卵天狗竹もどきは天狗竹属天狗竹亜族に属するキノコの一種である。ごく幼いつぼみは白い外皮膜に全体が包まれて保護されており、卵状の塊として地中に形成されるが、後には外皮膜の先端が劣化して柄が伸長し始め十分に成熟すれば全体の高さは5から10センチメートル程度に達する。傘は、幼児は、 半球形内し釣り金形をなすが、次第に開いて、ほぼ平らとなり、老熟すれば浅い皿状にくぼむこともあり、わずかに粘性を有するが乾きやすく、計3から8センチメートル程度、淡い灰褐色、または暗灰色であるが、古くなると退色して、開白色となることがあり、周辺部には放射状に配列した、長い、異常光を生じる。は密あるいはやや密、柄に、 理性し、しばしば、小ひだを交え、特に幼児には、美しいピンク色を帯び、縁は、多少おざらつく。肉は薄くてもろく、白色で傷つけても変色することはなく、味や匂いは温和で、特徴的なものはない。柄はほぼ上下胴体で細長く、径5から10ミリメートル程度、白色でいく分、古上をなし、中空で折れやすく、中ほどに白い膜質の、唾を備え、 基部には、壺を有している。外皮膜の組織は、密に絡まり合った菌糸からなるために断片化しにくく、傘の表面に破片を乗せることは少ない。胞子門は白色を呈する。端式は4個ずつ胞子を生じ、個々の胞子は甲卵系ないし甲大円系、無色で薄壁、要素溶液にはほとんど染まらない。シスチジアはないが、ヒダの円には無色かつ薄壁で、卵状、 類球状、梱包状あるいは円筒状などの無症細胞が多数存在する。傘の表皮はわずかにゼラチン化した細い菌糸で構成されている。短式の基部あるいは菌糸の核壁部にはしばしばカスガイ連結を有する。夏から秋にかけて紅葉樹林の地上に個性内視点々と群生する。分類学的一致からしておそらくは 外星菌根を形成して生活しているものと考えられている。卵天狗竹の名がついているが本種とこちらのもどきとは全く似ていない。札幌市産の標本をもとに記載された金であるが、北海道以外の地域でも日本では各地に広く分布する。日本以外では中国及び韓国から見出されている。本種と共に天狗竹たけあぞく卵竹節に分類される。 鶴竹玉氏は、ヒダが純白色を呈するものであるが、ヒダの色調以外の特徴は、卵天狗だけもどきによく似ており、両者の移動については、議論がある。卵天狗だけもどきと比較すると、傘の周焉部に認められる、放射状の条項がより短く、壺がより小型であること、放射の幅がより狭く細いことで区別できるという。同じく、 卵竹節に置かれるミヤマ卵竹もヒダが白色を、低し、卵天狗竹もどきに比べて小実体は一般に、大行で、壺が二重構造を示し、傘の周焉部の上高が著しく短い点で、異なる。同心竹は、傘がより暗色を低し、ヒダは白色でその円はしばしば黒っぽく、柄の表面は、唾よりも下の部位において、灰色の段々模様を表すことで区別される。 ツルタケは、天狗竹タケア族の別説ツルタケに属し、唾を全く各く点やヒダが純白色を呈する点で異なる。典型的なもの同士を比較すれば、両者の区別は明らかであるが、特に幼い子実体においては識別しにくいことが多い。また、卵天狗グタケモドにおいても、子実体の成長の段階あるいは、周囲の環境条件によっては、 唾が脱落することがしばしばあり、粗雑な観察では両者を混同する可能性がある。他にも、食用菌として知られるカバイロツルタケに非常に酷似する。食毒不明とする文献が多いが、喫食後6から12時間程度で、激しい消化器系症状と、腎・肝臓障害を起こすことが明らかになっている。本種、またはツルタケダマシに似たキノコによるらしい。 中毒例は報告されているが、原因となったキノコの詳細な分類学的検討は行われていない。一方、韓国産の卵天狗竹どきによる検討では、小実体からの冷水浸出液は、マウスの赤血球に対して強い溶血作用を示すが、浸出液をあらかじめ沸騰水浴で5分間処理することで、溶血作用は失活したという。 卵天狗だけと名がつくが本種と禁煙なわけではない。赤葉天狗だけの別名で呼ばれることがあるが、この別名はもともと青森県八甲田山で見出された標本をタイプ標本として新種記載されたアマニタローダフィライマゼキアンド時に与えられた和名である。さらに、この学名は A、ローダフィラビリーの後発シノニムであるために国際藻類、菌類、 植物命名規約に規定された先、奈県の上からは無効である。そこで、青森県産の菌に対しては新たに、永遠インカーネティペホーリアゼットイルヤンの学名が与えられ、卵天狗竹どきとは、傘の周縁部に認められる放射状の条項がより短く、放射がより幅広くて、丸みを帯びることで、独立種として区別されている。したがって、 卵天狗竹もどきの別名として赤葉天狗竹の名を用いることはできない。種商名のロンジェストリアタは長い線の意で傘の終焉部に見られる放射状の条項を形容したものと思われる。なお村上康明は現在の卵竹もどきに卵天狗竹もどきと名付けるべきであったと書いている。ありがとうございます。